この浄水場とかも田舎の方に行ったらなくて、井戸を掘って、で井戸で安全な水、きれいな水を飲むというようなことをしてたりするんですね。キルギスっていう国に行っていました。で帰ってきて、JICAのお仕事を今させていただいています。オーロラジョッキを着て戦場に行ったりとか、戦場で困ってる人に助けに行ったりとかいうことをしていました、はい。でこちら名前が入っていると思うんですけど、ここにはこの方がいらっしゃいますよという。キルギスですね。キルギスという、先ほどお説明していた竹内さんが行った国なんですけど、そこで隊員の方が活動現場を取ったもので、ちょっと360度カメラで撮っているので、なかなか面白い映像が。こういうのは開発協力の教材なのかな。ある？この中に長さあるから。あれじゃない？あれ違うか。これ茶色か紫のやつ。モンゴルに行くと来た時に先輩はどんなことをしたんだろうと思ったら、その国と職種で検索かけて。先輩の活動とかを知ることができる。奥の方にどうぞ。皆さん考えてみてくださいね。星2つ。言葉とか人の顔とかちょっとヒントになるんですけど。佐藤健弘と申します。ベナンっていうアフリカの国に派遣されている予定です。あ、田口秀嗣です。派遣国はニカラグアにJICAのボランティアとして行きます。加藤香織と申します。私は、セネガル共和国という国に行きます。よろしくお願いいたします。こんにちは。私も加藤さんと同じくセネガル共和国に派遣予定の松岡愛美と申します。本日はよろしくお願いいたします。図書館でお仕事をしていたことがあったので、今回は青少年活動っていう、なんていうんでしょう、ジャンルになるんですけども、セネガルの現地の学校図書館で皆さんぐらいの小学校のお友達に本って楽しいよとか読書って楽しいんだよって思ってもらえるような活動をするっていうのが私のミッションになります。あとに、将来どんなことをしたいですか。なるほど。セネガル行って帰ってきてから、そうですね、私高知出身なので、将来2年後帰ってきてからは高知の子どもたちに対して何かこう、なんだろうな、学校の授業ではできないような、それこそセネガルで今自分がやろうとしているような、みんなのこう将来の視野をもっとこう広げていけるような活動を自分ができたらなっていうふうには思ってます。ガールメンという名前。ガールメン。ガールメンの名字は、ガールメンの名字は何でしょう。ガールメン。お父さんはテレス・マーティン。お母さんはロサノ・ルイス。そいで。そいで。行ってみてください。ケアセ。ケアセ。そい、エスプリアンティン。De escuela.